どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日は、タウンホール12のねアタックから、1本動画を見てもらいたいというふうに思うんですけども、特にこれね12じゃなきゃダメってわけではないと思うんですね、この考え方っていうのは。なんで、10とかね、11の方も、ぜひ、一度ご覧いただければな、というふうに思うんですけども、見てもらいたいのがですね、これですね。今日は、リプレイ合計2本見てもらいたいと思ってるんですけど、こんな感じの村、よくご覧になりませんか、対戦で。確かね、どこかの世界大会かなんかで、誰かが使っていた配置っていうのが、結構こうね、いろんなところに出回ってるんですけども、そのうちの1個だったんじゃないかなっていうふうに思います。で、この配置の特徴、どういう感じかっていうと、ここと、ここと、ここ、大きくこの3つの区画に分かれてるんですけども、この3つの区画っていうのが、なかなかね、お互いをこう支え合っているんですね。例えば、ここからこういうふうにユニットが入っていくと、両側から攻撃受けて、でも一気にこうやられちゃうとかね。こっちから行っても同じですよね。こんな風にダメージ食らってやられちゃう。で、かといって、この隅っこの方からこう攻めていこうとしても、なかなかね、こういう風に、入っていったところで、ギガテスラまで届かないんですよね。サイドカットがすごいしにくいんですよ、この配置って。なんで、こっちから出したユニットが、こう行かずに、こっち側にこう流れちゃうとかね。いうことが結構あって、攻めにくい配置なんですけども、普通にこれ攻めるとね、結構取りにくいです、本当に。で、1本目見てもらいたいのは、ニャーさんのアタックですね。3時方面から、クイヒーをしていきながら、主力はディガーを突っ込んでいくんですけども、どんなプランかっていうと、まずは、今ね、クイヒーがいるこの区画、3時側ですね。ここのところを、バーバリアンキングとクイーヒー、あとは、ライドラを使ってこう削っていきますね。で、ボマーをこの辺からこう出していって、カットをさせながらディガーを真下までこう通していくっていう、そんなようなプランニングになってます。で、これね、結論から言うと星1になっちゃうんですよ。で、なんでなっちゃうかっていうところをちょっとね、見てもらえたらと思うんですけども、ギガテスラに向かう前にディガーが、取れちゃうっていうことなんですよね。これがね、意外に反らさずにディガーを通すっていうのが結構見た目以上に難しい相手で、そこにね、今回ニャーさんも結構苦戦してるっていう感じでしたね。で、ちなみになんですけども、ここシングル IT がありますね。なんで3時方面からはいいんですけども、9時側から食い火をするっていうのは特策ではあんまないっていう風に多分ニャーさん読んだでしょうね。なのでイーグル方が後回しになってますね。これは相手の配置の、そうさせない、富士側から空飛させないよっていう意図からして、仕方がない部分だと思うんですけども、ここですね、ディガーがね全部こっちのイーグル方の方面に行っちゃったんですよ。これがやっぱりニャーさんからすると結構苦しかったですね。で、クイーンもクイーンでこのシングル相手に焼かれちゃいましたよね。で、やられてしまって、ヒーラーは、中央のところでギガテスラに全部焼かれちゃうという格好。で、ヒールはあと2個残ってるんですけども、ちょっとね、ここからディガーが割れてしまって、なかなかヒールの使いどころがなくてですね、そのまま落とされちゃったという形になります。いやらしいですね、本当に。こんな感じで、星1をね、徹底的に取らせていこうっていう、そういう類の、意図がある配置なんで、これはいそのことね、その星1を、覚悟してこういう風に今のニャーさんみたいに攻めるか、ないしは星2を確実に取りに行く方法に切り替えるかなんですけども、いや惜しかったですね、これ本当に。あともうちょっとだったんですけどね。ただ防衛力がこれマックスではないんで、防衛のその大砲とかのレベルがね最大だったりすると、もっともっと取りにくいのかなっていう風に思いますね。で、これを取ってくれたのが、秋風さんですね。この方のね、アタックが本当に、得るところが多いアタックだったんで、ちょっとぜひ見てもらいたいんですけども、まず、3時方面、ここはボマープラスライドラ2体ですね。これで処理していきます。で、ボマーの中にもライドラが入っているんで、合計、ライドラは最後3体になってこう攻めていく格好になるんですが、やっぱボマーの働きが結構いいですよね。ここまで見て分かる通り、かなりの防衛施設をボマーがこう壊してくれて、
で防衛軍対防衛軍のところはこうライドラがね、しっかりと仕事をしてくれてます。でこのままライドラは、30方面の核っていうのをこう奥へ奥へと入っていって、でこのレイジーに乗っかってね、このグランドウォーデンぐらいまで壊してくれるというところですね。でここからです、まあ、ここから先はね対空砲に捕まって結構ライドラが落とされちゃうので伸び悩んじゃったんですけども、まあまあここまで来ればまあライドラの仕事は十分ですね。きっちりとこれで、3次方面をこうカット、していきったのが分かると思います。ここですね、全然位置が残ってないですね。綺麗なカットになってます。で、じゃあ9次方面のカットどうするかっていうと、これバーバリアンキングとアーチャークイーンをこの溝にこう歩かせていくんですね。そうすることによって相手のクイーンだったりイーグル砲、あとはこのシングル IT を全部ヒーロー部隊でこうぶち寄っていきます。でそうすると出来上がるのがこのぶっといルートなんですね。ここにディガーを通していくんですよ。このねもうサイドカットの美しさといったらないですね。であとはもうディガーが最後6時方面まで行ったら、そこから先はね呪文を適宜使いながら生かして、施設を壊していくという感じです。まあ、冒頭言ったように、まあ、今回の相手の、防衛配置、すごくいやらしい星1配置ながら、大砲とかそういった、防衛施設のレベルはそんな高くないんですよね。なんでまあまあこれはご利用していったんじゃないのっていう風に見えるかもしれないんですが、でも待ってくださいって話なんですよ。このねディガーの数と呪文の余り具合、これがねやっぱりこの配置をかなり効率的に壊したっていうことが言えると思いますし、もう一個ちょっとねよくお伝えしたいのが、ボマーとライドラを使った、区画の処理っていうのかな、一番最初のこの3次方面のこのやり方ですね。この部分ボマーとライドラを使った区画の処理で、あと、ヒーローを使ったこのサイドカット、ここですね、サイドカットで、その2つのカットによってできた道っていうのをこうディガーを通していく、この考え方ですよね。まあ、今回みたいな割とスケールのこう広い配置には今のようなその、3つの部隊のそれぞれの仕事っていうのが結構いい感じに噛み合って刺さりましたよね。同じようなパターンって割と他の配置でもあるんじゃないかなっていうふうに思うので、これぜひぜひですね皆さん一個一個のその打ち手の意味っていうのかな、ボマープラスライドランにおけるサイドカット、バーバリアンキングとアーチャークイーンによるサイドカットで、その残ったルートを、ディガー回していく、まあホグでもいいかもしれないですね、場合によっては。こういう考え方っていうのもぜひね、この、秋風さんのアタックから学んでもらえたらすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、またこの配置そのものがおそらくねクラン対戦で出くわすこともあるんじゃないかっていうふうに思います。そんな場合にはぜひねこのアタックを思い出してなぞりのような形で前回まで持っていってもらえたら、いいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひご参考いただければ幸いです。はい、というところで本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼します。バイバイ。